アロハエビバルシゲナベイベー、今県ハワイ、今日のワイキキです。はい、今日ね、2020年4月の9日木曜日です。はい、皆さんお元気ですか？はい、今日はですね、この映像から分かりますかね。はい、チーズケーキファクトリーの前に来てます。ロイヤルハワイアンセンターのチーズケーキファクトリーですね。はい、ここはね、夕食の時いつもにぎわってて、行列ができて、よくページャー、なんていうんですか、日本でいうポケベルみたいなの持たされて、順番が予約を入れて順番が来たらピーピーってなってっていう感じで、すっごい混んでるので有名なところなんですけども、今はこんな感じでもう空いてます。はい、今ねハワイのレストランなんですけども、全部テイクアウトのみで営業してます。はい、でここ、ロイヤルハワイアンセンターにあるチーズケーキファクトリーも、はい、こんな感じで、はい、テイクアウトを注文して待ってる人が、こういう方々ですね。はい、でこの看板見てみましょう。はい、We are open for take out and delivery ということで、テイクアウトとかデリバリーとか予約、もしくはデリバリー、はい、それは、ウェブサイトから申し込んでくださいっていう感じで、はい、ここに看板があります。はい、でいつもありましたテラス席なんですけども、もう全部テーブル椅子片付けられてしまっていて、こんな感じです。はい、それからですね、チーズケーキファクトリーの横に、このスペース、いつもは、駐車場として使ってないんですけども、今はですね、カーブサイドカスタマーピックアップヒアということで、カーブサイドっていうのはまあ道端って意味なんですけど、ここでですね注文して車をこういう感じで止めて、はい、それで中に行って受け取って戻ってきて車で帰るという感じになってます。はい、今日ね、木曜日の夕方、6時半くらいなんですけど、こんな感じでだんだんサンセットになってきてる、ワイキキの街並みですが、はい、相変わらず人は少ないですね。はい、でこの時間ぐらいから、暗くなってくると結構今ワイキキホームレスの人が出てきていて結構怖いです。なので、僕も撮影終わったらすぐに帰ろうかなと思ってます。はい、それじゃあまた明日別の場所をお届けしますね。はい、じゃあ皆さん、はい、アロハマハロ、 Thank you, bye.